アマルフィ大聖堂は、イタリアのアマルフィにある大聖堂であり、町の中心部のドゥオーモ広場から階段を登った場所に、ある。聖アンデレの捧げられた大聖堂であり、9世紀頃建設された。大聖堂は7回もの改修がなされており、ロマネスク建築、バロック建築、イスラーム建築、ロココ建築、ゴシック建築、ビサンチン建築など様々な建築様式が、 混在している。また大聖堂に地下には、地下聖堂があり聖アンデレの聖遺物が奉納され、聖アンデレの骨から聖なる液体マナが出てくると言われている。第四次十字軍の遠征が実施された1206年に、聖アンデレの聖遺物が大聖堂に運び込まれたと言い伝えられており、1208年に地下聖堂が完成し、聖アンデレの聖遺物が安置された。 教会正面は1891年に改装され、外壁はストライプのマーブル模様という、この地域の教会聖堂として珍しいものになっている。入り口の上部にある装飾された壁画は、ドメニコモレリによるもので、現在はレプリカが飾られている。ドゥオーモ広場から大聖堂への階段は62段、あり、また入り口の銅製の巨大なドアは古代ローマ以後に、 コンスタンティノープルで鋳造され、当当者シメオによるサインが施されている。手狼は1180年より建設が始まり、完成するまで100年以上かかった。4つの小さな塔を含む手狼は、イスラーム建築様式となっており、マジョルカ焼きのタイルで装飾されている。また手狼は、戦争時は見張り台の役割も担っていた。木製のキリストの張り付け像が、 礼拝堂に祀られており、エルサレムから運ばれたと言われる、真珠層で作られた貼り付け像が、裏戸の右側に祀られている。新郎中央にある高い祭壇は大司教、ピエトロ・カポアノの石棺も含まれており、祭壇上部には、アンドレア・デル・アスタによる、聖アンデレの受難が、天井部にはそれぞれ、キリストの鞭打ち、死との貼り付け、マナの奇跡などが描かれている。 アマルィのパノラマ写真、ありがとうございます。